万平です。アッターズのお二人です。今から何をしに行くかというと、何だと思いますか皆さん。はい、大当たり、豚の丸焼きをしていきます。豚の丸焼き、やばくないですか。豚を丸焼きで食べれるんですよ、村で。しかもそれを今からやってくる道中で、シルメリアップの町から30分ぐらいで行けるんで、今から行ってきます。運転手のモーさん。え、違う、モーさんじゃない、マウス、マウス運転手のマウさん。春ね、何村に行くんすか。そこは、本当、あー、あそこね。アツさん、豚の丸焼きは食べたことあるんですか。丸焼きはないですね。ないですか。今日行っちゃいましょう。タカさんです。今日も竹の内豊かに似てますね。イケメン。近いよ。ダンデカラジェのビアナです。最高。あるジュンさん、今からなんていう村に行くんですか。ドムダイ村。ドムダイ村、あーそこか。ね、結構いいとこっすね、村で言ったら。カンボジアの中でもそんな感じの愉快なメンバーで行ってきます。最高に楽しい動画になると思うんで、皆さん楽しみにしておいてくださいね。はい、到着しました。今日はこの村で豚の丸焼きをします。チェナ、チェナ、はい、イエーイ、イエーイ、チェナ、大阪来たことあるらしい、ありがとう。チェナ、この村のボス、レウ、はじめまして。レウさん、はじめまして、ありがとうございます。レウさんは小さい時に地雷で手を失っちゃったらしくて、カンボジアではおもちゃの中に地雷を隠したりするらしくて、そういうので子供たちがすごい被害を受けてるらしいです。今日はよろしく、ありがとう。じゃあ一緒に楽しく豚を丸焼きします。えぇ、こういうことか。これをここで焼くらしいです。どうすか。ちょっと今日僕たちが食べるのはこれですよ。こんなリアルなものだと思わなかった。アリがすごいんだもん。アリやばいです。しかもね、ちょっともうお腹がね、もう引き裂かれてるガチなやつです。安らかに眠ってます。安らかに眠ってます。いや、もう耳とか可愛いもん。もう耳とか可愛いもん。じゃあ焼きましょうか。チャイナ、チャナで大丈夫。チャナ、これどうやってやんの。これは竹でしょ。うん、これが1本目、うん、ここからね。あ、さ、あ、下から刺すんや。なるほど。3本は横に置いてる。うん、あ、落ちないよ。豚を調理します。今から嫌そうな顔してますよ。すごく嫌。いや、今日はこれメインこれですか。やりましょう。手伝うんで。そうですね、もうやっぱね、こういう場所に来たらこういう場所の文化に従って体験してみて、それをみんなに共有するっていうのはすごい大事なことなんで、やりましょう。これは、はい、もっと楽しい顔してください。絶対楽しいんです。もう結構楽しいこと。あ、確かに楽しい顔してる。あっちゃんはでもキャンパーだから。キャンパー全然いけるんだよ。確かにいつもよりも楽しそうな顔してますよね。笑顔だって今日初めて見ましたもんね。おいから。おい。じゃやりましょうか。とりあえずやりましょう。ちょっと触ってみますね、うん、あ、なんかあれ、化粧水つけてから乳液でケアした後の持ち肌っすね。毛を全部そいでくれてるらしいですね。あ、そうなんだ、はい、だからもう全部準備はしてくれてるみたいです。なんか写真で見た時もうちょっと黒かったっすね。そうなんだよ、ね、黒いあのブチがあったんで。ありがとう、いただきます。やる気か。やるか。ノリノリやな、チャイ、チャイナ。はじめまして、アイマンペイ。私もマンペイ。ナイスミーチュー。すげえすげえ、これはすごい。はい、はい、見てください、ゆっくりな。体式マッサージみたいに。体式マッサージみたいにはやばい。肩外してるぞ。肩外してる。肛門から刺して。アンペやばいっすね。初めてこんなことしてる。隅に持っていきます。はい。もう。取ってあげる。で、真ん中。よし。豚なんで、皆さん焼肉屋さんでトントロ焼いた時バーンってなるじゃないですか。それの最高潮みたいな。すごいな、これはすごい絵やな、マジで。別動画で村に撮影しに行ったんで、その動画も皆さん見てください。ってことで、今肉が焼けたという連絡が来たんで来ました。アツシさん、肉焼けたらしいですよ。マジっすか。うわ、やばい、めっちゃ焼けてる。見てくださいこれ、ゴリゴリ焼けてるよ。焼けてます。じゅんさん、めっちゃうまそう。完全に焼けましたね。じゃあ食べましょうか。とりあえずうまそう。結構重たそうやね。結構40キロある。あ、おら、あかん、指焼けた。あ、焼けた。はい、やってもらいます。俺自分でやりたいな、それ。やる、やる、やる。あ、はい、あ、はい、ビアク。え、行きますよ、じゃあ。どこがいいんすかね。ここでいい。あ、そこでいいね。ここでもちょっと。はい、やってもらいます。とりあえず乾杯しましょうか。やるー。
焼けました。なんか焼けたみたいですね。はい、一発目いきますか。じゃあうまっ。慣れてんだね。わ、すげえ。すごい。そのまんま食べます。そのまんまいきますか。素材の味を行かせてもらいます。もう味なしで、味付けなしで、豚の味があるかもしれない。なるほど、いきます。どう？わ、バリうまいっす。バリうまいっす。食べてください。はい、もちろん外がカリカリで超うまい超うまい僕の一個だけ上のコメントっすね。あ、ワイルド。おお、もう一個上のコメントお願いします。全然味とかね、素材本来の味が出てちょうど一個上コメント全員やばい。あ、ありがとうございます。音やば。うん、うまい。うまいけどもうこれよく焼ようって。おいしい、マジでうまい。これちょっと待って、タレあるんすか。持ってきました。すごい経験できてますね、これ。完全にめっちゃ食ってますね。ほんで黒いお肉、今ね、焼けたやつに黒い妖精たちがすごい群がってます。あ、これはね、隠し味ということで、あ、全然ありと思うんですけど。めっちゃうまい。あなたもう食ってますね。ずっと食ってますね。美味しいっすか。美味しいらしいな。ジュンさんもアツさんもめっちゃお世話になってて、旅系の YouTube で一緒なんですよ。どんな感じで旅してるんですか。僕と違った旅のテイストなんですよ。違う楽しみ方できると思うんで、ぜひ概要欄に載せてるんで見てください、皆さん。4人で行ったんです。今日やばいやつね、やったっていうチャンネルやったつぼわさんがメンバー。そうなんですよね。つぼさんとあとカンベってやつで、あとお二人でされてるチャンネル、海外をゆるーく大人の余裕で旅をする。僕みたいにお金なくてご飯食べれないとかじゃなくて、大人の余裕のゆったりした旅をされてますね。オッケー、食べきった。食べきった。やっと喋れますか。でもそんなにね、あのバカみたいに金使ってるわけじゃなくて、ある程度払うとこは払おうみたいな感じで。あー、確かに。それできるのでかいっすよね。お金ないから撮れない撮影とかありますもん。つまり僕のチャンネルよりも面白いのが見れるってことですよね。見れるかもしれない。でもマンペさんはマンペさんのチャンネル、マンペさんのチャンネルしか見えないものがあるんで、早口言葉を見たいっすよ。村訪問みたいな動画もあるんですけど、これも一緒に出てるんで、ぜひ見てください皆さん。旅系ってすごい集まるんですよ。旅好きが集まって、今回シムリやっぱ一緒に来ようって言って約束してきたんですけど、 TJ さんもまた後で来るし、違う国でいろんな人たち集まるんで、それも楽しいと思うんで見といてくださいね。こういうのいいっすよね。世界のどっかでまた会いましょう、うん。はい、うまかったっすね。めっちゃうまかった。豚丸1匹食べるのって初めての経験じゃないですか。イケてるメスでっていう。あ、そうですね。オーダーをしてたから、これ、イケてるメスなんでしょうね。そうだね、べっぴんさんだから腹も持たれなかった。なるほど。え、でこれ実際豚1匹、春ね、これ豚1匹いくらなんすか。こいつは100ドルです。100ドル、100ドルってことは日本円で1万2000円ぐらい。1万1000円ぐらいか。マジっすか。ごちそうさまです。どういうこと。嬉しい、みんな食べてくれてる、ありがとう。おいしい、グーグー、おいしいね。みんな食べてくれてる、おいしそう、ありがとう。 Thank you Thank you。 おいしい、グーグー、あ、グーグー、すげえ、みんな食べてくれてる。あれあれ、一人さっきよりうまい、さっきよりうまい。ご飯入れたい。ご飯ある。ね、さっきより美味しく出来上がってます。美味しい、グッグー、イエーイ。マンペー、言わされてる感、イエーイ、ありがとう。言わされてる感やばいな。卵がパチンと、あれなんだ、あれなんだ、あれなんだ、やるて。紙飛行機をめちゃくちゃ頑張って作ってる。